京都府木津川市の国大橋にて、木津川は、三重県及び、京都府を流れる淀川水系の支流で一級河川。三重県伊賀市で、杖川と服部川を、京都府相良郡南山城村で名張川を集める。名張川五流天よりも、上流を伊賀川と称することもある。木津川の名前は、沿岸の地名、傷から由来し、傷とは、奈良時代に、 平城京などの都の条件説の木材の陸揚げ港のことである。青山高原に源を発し、三重県東東部を北流。鈴鹿山脈の油日岳からの告げ川と、布引き山地の笠取山からの服取川を、東北部で合わせ、清流に転じる。京都府に入るあたりから過酷をなし、相良郡南山城村で、高県山地の三部山が、水源の名張川を加える。 木津川市に至り、再び北へ向かう。京田鍋市東部から徐々に北西へと流れを変え、八幡市西端、京都府、大阪府境付近で北東からの宇治川、北からの桂川と合流し、淀川となる。合流点の 5km ほど上流には、増水すると踏み板が、橋脚から外れる流れ橋として、有名な上津屋橋がかかっている。さらに上流に行くと、 日本百名橋に選ばれた泉大橋がある京都府笠木町にて、伊賀市から木津川市にかけて JR 関西本線と国道163号が並行する。木津川市以北の中、下流域では東岸を JR 奈良線と国道24号が、西岸を JR 学研都市線と近鉄京都線とが沿う。川の周囲には茶畑が多く存在する。 木津川の洪水だけでなく、京都の山地は風化しやすい河口岩が多く、天井川が作られやすい。特に、京都府下の木津川の支流には14の天井川があり、ひとたび堤防が決壊すると高所から濁流が流れ落ちて大惨事となる。南山城水害では、木津川市山城町を流れる4つの天井川がすべて決壊して大きな被害を出した。木津川市。 市のプロフィール。木津川市。2019年9月6日閲覧。これに対し、鈴木和久は、木津川が天井が沸かしたのは、流域の広さや地質には関係していないとし、木津川の本流に高い堤防が建設された、結果土砂が堆積し川床が上昇したためとしている。2011年9月近畿大学教育論争。江戸時代の山からの土砂止めの理由としては、 花崗岩地質であることに加え、当時の農業が草山で刈り取った下草を谷に敷き込む仮敷をしたる肥料としていたため、山の木を伐採し、草山として維持していたことにあるとされる。2003年10月、水戸の戦い南山城水害から50年、京都府立山城郷土資料館備える命を守るために、天井側2013年7月23日京都、 新聞長官14面明治期には、オランダ人技師で、霊家の指導などにより、近代砂防工事が行われていたが、第二次世界大戦中に山林が乱発され、山野が荒らされ、それが、昭和28年の南山城水害の縁因となったとされる。1994年3月、鴨ム長主遺参官、植村義弘町。 京都の治水と昭和大水害三河、交流部付近の八幡市、京都市の飛び地について、2011年11月5日付、京都新聞有刊南山城村氏、編纂委員会、南山城村氏本文編南山城村、2005年3月31日、井出町市編集委員会、南山城水害30周年記念誌、編集委員会、 井出チョシリーズ特別編南山白水害史1983年3月、日本の多目的ダム直轄編1990年版1959年9月27日28日付、京都新聞。ありがとうございます。